滝沢ガレソー三浦よし参戦。こんばんルクルク。連日世間を賑わせているひまそらあかねさんと二刀ゆめのさん、この話題にインフルエンサーである滝沢ガレソさんがまとめをツイート。体調が悪い中作成したとのこと。そんな中、三浦よしさんから DM が送られてくる。その内容が大爆笑必須だったのでご紹介いたします。こんにちは。体調を崩されたと行き来しましたが、お元気のようで何よりです。こんにちは。実は今点滴を打ちながらツイートしています。心配してくださりありがとうございます。 DM こんにちは。あなたのビジネスパートナー三浦よしです。点滴を打つような事態になってる。ドハ驚きです。先ほどガレソ君のツイートを拝見いたしました。しかし少しだけ間違っている部分があるので、ビジネスパートナーとしてあなたがデマを撒き散らさないようにするために訂正と事実の冷静な確認をしたいと思い DM いたしました。本来ならばリプライ欄で指摘すべきかと思いましたが、ことはコラボという女性を助けるセーフティーネットが関連する極めて繊細かつ慎重な判断が求められる事案です。従いまして DM にてご連絡を差し上げることにいたしました。あなたの体調も考え短めにお話しいたします。ドン。長文レシートじゃねえか。まずは世間に流布している噂について整理します。しながら標的にされてしまってる二刀さんの異業についてさらいいたしましょう。異業ですか。端的に申し上げますと、二刀夢のさん率いるコラボが公金を不正に使い込み私腹を肥やしてるのではないかや、そしてそれを指摘したひまそらに対してスラップ訴訟を仕掛け黙らせようとしているという噂ですね。スラップ言うてるやん。端々に指摘すべきことを注視することがございますが、こちらについてまずは断言いたしましょう。デマです。おお、デマと言い切った。これを指摘するとミソジニストやアニメ大好きオタクくんがこう言います。証拠を出せ、根拠を出せ、ドリフターズの続きを出せと。なぜでしょうか。あんたも相当なアニメ好きだな。そもそも無根拠のデマについてデマですよと指摘したら、確実にこちらは優位に立ち、こちらが被害者となっているのになぜかこちらに立証責任を負わされる。これってなんていうか知っていますか。そう、シーライオニングです。相手の行動や論調をひたすら妨害するためだけに相手に説明責任を押し付けひたすら質問の、こうやって相手に負担を押し付け、相手の行動を邪魔し相手に嫌がらせをしたいだけなのです。そういう足形を相手するときはどうすればよいか。そうです、無視です。相手にしなければいいのです。しかしひまそらしというやからはそれでも我慢できず、こともあろうかコラボに対して情報公開請求というリーガルハラスメントに打って出たわけです。彼の目的は一体何なんでしょうか。なでそこまで二刀さんに粘着し、とにコラボに嫌がらせを続けるのでしょうか。私は彼の動機、そして二刀さんのキラキラした人を考えてみました。キラキラした人ってもう文章が雑。二刀夢乃さん、国の師であり日本の女性のガーディアンエンジェル、フェミニズム、ケルビムといえば二刀さんのことですね。彼女の人生は波乱に満ちております。高校時代は昼夜逆転の生活を送りつきの、ほとんどはカラオケボックスやファーストフード店で朝まで過ごし、メイドカフェで働き、ここをしないでおりました。その後フィリピンに渡り、現地の売春の実態を知った経験から後の活動へつながります。彼女の活動は多岐にわたります。有名なところでは、私たちは買われた点を開催、温泉、娘における性搾取問題の指摘、沖縄への子において命を懸けた抗議活動などですね。細かいところだと、シリーズキモイおじさん AV 新法に反対するために国会議員に電話をかけるように提案、室井氏を夫の性欲処理器ではないと認定、室井さんを入れるな、カムジャタンとマッコリで楽しんでたら隣の政界行為おじさんがドメ自慢を始め、お気持ちを害される、母の日に親への感謝の強要をやめてほしいと問題提起。流れが怪しくなってきたな。マイメロママは虐待をや男の連帯期も過ぎる、安倍首相が殺害されたのは自民党のせいと真実を指摘、仕事の減ってる AV 女業に福祉につ流るように受け入れる、ソウル大使館前の慰安婦少女像に再会、米軍基地前で座り込み押してたらセクハラされる、若年女性支援者養成講座を6万6000円という格安価格で開催、ソウルで性売買防止法改正、連帯の集会と行進に参加、新幹線に性犯罪者が乗っているかもしれないと恐怖に震える、支援対象の若い女の子たちを政治活動に参加させてあげる、年間2億公金を投入されてるが弁当の寄付を求めるなど、女性のために常に活動を続けているフェミニストの鏡であります。この活動に対してミソジニストくん、ポンチエ大好きオタクくんは、ボクチンの温泉娘を小バカにするなんて許さないぞ、お前が男性嫌悪をこじらせてるだけだろ、お前が親に虐待されたからって親への憎しみを他者に強制するんじゃない、るキモいおじさんがそもそも差別だろうが、被害妄想がきつすぎて怖い、病院に行け、税金を投入してあの粗末な飯か、どんだけ懐に入れてんだ、韓国よりの活動ばかりしや、だってわかりやすすぎるぞ、ピンクの服の趣味が悪い、ピンクの服は各方面の攻撃になるわ、などあることないことを中傷を二刀さんにぶつけてきました。結果彼女には実際問題数多くの嫌がらせがされてきました。三浦よしさんが言ったのでは決してないですからね。自民党のおじさんへの議員がなんか偉そうだった、頼んでもないのにクーポンを利用したビザが宅配されてきた、1年前からついてるバスの傷に酷似した傷がバスにつけられたなど、命に関わる事件が頻発しています。わざわざ嫌がらせでクーポン使って割引ピザ配達は草なんよ。
そして、ひまそらじによるデマの拡散と監査請求です。ここまで、正義と女性と韓国のために活動している彼女が嫌がらせを受ける理由は何なんでしょうか。彼女は女性を助けています。すなわち、正義なのです。従って、監査請求をされる言われがありません。彼女は、弱者です。この国で差別され続けて、いる最大のマイノリティ女性なのです。ならば、税金の使い道をとやかく言われる立場にはないのです。そして何よりも彼女は、被害者なのです。電話番号を明記し、クーポンまでつけて、お安く宅配をされてしまったり、身に覚えのないパンフレットが届いたり、いや、ピザ2回目。身に覚えのない小包を受け取ってしまったりと、嫌がらせをされ続けています。ということは、ですよ。彼女は税金の使い道を開示する必要性は、ないのではないでしょうか。知らんけど。そして、先ほどの少しだけ触れましたが、二頭氏の一番の偉業は、私の中ではでありますが、コラボ、ワスカフェでありましょうや、物を知らないガレソ君に教えてあげますと、ワスカフェとは一種の女性シェルターですね。ご存知の通り、この女性差別大国、ジャパンにおいて女性は常に差別され、搾取され、買われてしまいます。特に日本は小児性愛立国であり、ボリコンが人口の過半数を占めると国連でも問題になっているほど、子供を性的対象にする狂った国なのです。そのようなロリコンや性的搾取業者、次元から若い女の子を守るための最後の防衛線、それが、ワスカフェなのです。二頭語録が出た。このバスカフェ対象を10代の女性に絞り、小児性愛者で性的搾取業者で次元の男性は近寄れないようになっています。そして深夜に10代の女の子たちに居場所を提供し、ロリコンや女守るから若い女の子を守っているのです。女の子にも分かりやすく可愛いピンクのパスでポリバケツみたいな椅子も、テントもチラシも全部ピンクです。目がチカチカしそうですが、これは韓国の文化に習った由緒正しいカラーリングなのです。めっちゃピンク、オスヤン。そこでは高級ビュッフェもマスオの豪華な食事が提供され、生理用品やコンドームまでもが配られる被害者女性にとっては夢のような空間なのです。素晴らしい試みですね。このヘルジャパンにおい、若い女性は道を歩くだけでナンパされ、さらわれ、強姦されてしまいます。そのような女性たちが安心して暮らせるように避難場所を与えてくれる二頭さん、まるで菩薩か現代に降り立ったマザーアトミックテレサではないでしょうか。なんかマリオ混じってんな。このような有意義かつ女性の命と尊厳を守るためのワスカフェに対して、ひまそらしは嫌がらせをしています。税金を年間2億も投入してるんだと、まるで税金を無駄遣いしてるかのような国風文を動画サイトで垂れ流しているのです。考えてもみてください。正義で弱者で被害者である女性を守るための偉業が年間2億で足りると思いますか。バカなる、足らんわ。まるでもっともっと欲しいに決まってます。円をドルをユーロをかき集めるのです。そうしないと女性が助けられません。そうしないと女性が搾取されてしまうのです。聞いたことあるセリフだが落ち着こうか。にもかかわらず、世のミソジニストと漫画映画大好きオタク君たちは、バスカフェでは税金の不正流用が疑われる、タイヤを全然変えてないんじゃないか。確かにカフェだからタイヤ使わんわな。単に女の子たちの不良行為を手助けし減るだけでは、深夜に青少年を泊まらせたら法令違反では、客の女の子が頭悪そう。そんなに被害者裏になろう。不良少女のたまりはピンクの色が微妙におばさん臭い。ピンクをディスるの3回目。二頭のピンクのコートが最高に趣味が悪い、笑ってる目が怖いなど高卒中傷をネットに書き込みます。どれもこれもそれもこれもあれも全部デマです。ピンクのデマとか具体的なんよ。バスカフェに来る少女たちは皆清廉潔白な女性たちです。単に売春の合間にただ飯を食べに来てるわけじゃありません。タイヤなんかほとんど買える必要はありません。どうせほとんど走ってないんですから。タイヤ買える必要ない、言うてもう取るがな。ピンクの色だって趣味が悪いことはありません。どれもこれも性的取り事業者の手先が言ってる許しがたいデマなのです。女性を過度若し AV や売春宿で働かせ利益を得るために女たちが不当にばらまいた嘘なのです。誰も税金の横領なんてしていません。誰も網にかかった女の子たちを洗脳して政治活動をさせていません。誰も被害女性を手先にして手足のように働かせていません。誰も女の子をしゃぶしゃぶ神父に横流しして尺付け洗礼セックスなんてしていません。そこまだ本人も触れてないんよ。全部嘘です。嘘というか思い込みですね。きっとこうだろう、きっとこうに違いない。こうであってほしいという自身の願望が目をくらませて、データを正確に把握できず、ものが願望に沿った結果が出てしまうのです。ガルゴの会計を見てましたか。すごい正確だし明瞭です。完璧に医療費や食料費を計算してるので、21年度の計画予算と実際に使ったお金が全く一致してしまうほどの正確さです。ここまで完璧に数字を扱ってるからこそ、二頭さんは税金を任され、公金をジャブジャブ使えるわけです。いきなりチョコレートみたいな団体名に改変されたな。ひまそらしにもそういった計算能力を求めたいですね。従いまして、先ほどのツイートは一度削除なさい。そして二頭さんの善行を世に知らしめ、いかにガルゴに正当性があり、今回の件が事実無根の証拠がないデマだということを世間に拡散してください。拡散希望よしです。そして最後にガレソ君、今までは多めに見てきましたが、今回の案件は非常にセンシティブで、私はこの話をあなた以外にするつもりはありません。ことは人命がかかっており、女性の差別問題に大きく切り込む世紀の大事件です。世紀の大事件とはとんでもない大事件だな。従いまして、今回は DM のスクリーンショットを公開することは禁じます。あなたと私の間の話として、指針として処理してください。お願いしますよ。ガレソさんスクショ出してるし、大丈夫なんでしょうか。いや、本人もそれをリツイートしてるし。以上、三浦よしさんの二頭さん擁護。
の内容でした。いろいろとツッコミどころ満載の用語内容でしたが、エンターテイメントとして素晴らしい怪文書でした。体調の悪いガレソさんにこの長文を送りつけるあたり、ブレない何かを感じました。今回は三浦よしさんを取り上げました。ご意見、ご感想、この件に関するここ取り上げてなどございましたら、お気軽にコメント欄までご記入ください。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。次の動画で